あれもドスッピンなんだよね。いや、思った思ったでしょ、ちょっとあれってなったで。あっぽい、なんかその自然体感が、なんかあの画角をさ、うん、決めるのすっごい難しかったって言ってたじゃん、うん、私ももうあのね、なんか iPhone 携帯と三脚だけ送られてきて、うんうん、ね、各自やったんだけども、難しいよ、置いてさ、うん、一回回して、で自分入って、うんうん、やりそうな動きとか表情とかを一人なんとなくやって、うん、でもう一回止めに行って見てみたいなねそれ何回も何回もやって難しかったよ。すっぴんで一回、これはもう遠いしと思ってお風呂上がりだったんだけど、お風呂上がりだったんだ、すっぴん中髪もちょっとなんか膨張してたと思う。まあ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 、なんか私は旅行とかでよく見る姿だけどうのやってたんだ。あれ何やったの？うの、うの、そう、うの、あのコンピューターと対戦して。うのであんな喜んでたの？うの勝てないの私弱くてさしかもコンピューターってなんかほんとなんかずるくないと思っちゃうくらい、なんかカードのなんだろう、引きずるいわーっていつも思いながら負けてたの。レベルは選べないの？ん？相手のレベルは選べないの？レベルとかなかないね、もう普通にコンピューターって感じで全然勝てなくて、うん、あの喜んだのは初めて奇跡で勝てた時あ、じゃあもうあれは演技じゃなくてもう素の喜びなんだ。そう、なんか5回戦ぐらいやったなんかずっと負け続けてその度に止めに行ってまたやってみたいな、ずっとやって最後に、うん、そう、最後の1回で、うん、もう奇跡で勝てたから。いや、あの映像はあってよかったよすごい、どんどんテンション下がってくなじゃなくてそうだね、これいつ勝てるんだろうってなんかさ、窓際で撮ったって言ってたじゃん前、うん、窓際映えてる。ほんと？あの背景のなんか家具なんかそう、ほんとは壁でさ、うん、壁にこうもだえたかったんだけど、うんうん、私の部屋なんか家具でなんていうの、あんまり綺麗な壁がなくて、あ、しかもその座りだったからさ、うんうん、なんか映っちゃうけどまあいいかと思って、うん、全然なんかやっぱ白壁が多かったからみんなえ、本当？うん、私はかりんちゃんのあの落としそうなマグカップ見たちょっと不自然 なんか事前に聞いてたからね余計そう、みんなに説明するとなんか私のシーンでこう私がこうマグカップをこうやって持ってるだけど絵にこう色が欲しかったからマグカップを用意したの。真っ赤な緊張しちゃって絶対持たない位置で、うん、胸にマグカップあってもう割れたらやばい、なんか陶器のコップみたいな感じだった。確かに超高い100万円みたいなそうそう、いやもうあれは緊張して、でもまあしっかり使われてて、うん、ね、なんかもう私も壁ないからさ全部フィギュアが映り込んじゃう壁、うん、あの壁しかなくて、ね、結構引き目で撮ったらあんまみんな引きじゃなかった、みんな寄りだった。ああね、思った、私も結構引いちゃったな。ね、なんか寄りだと三脚がもう置けなくてさ、どこにもなんか確かにいいところに置く場所なくて、うんうん、めっちゃ三脚とも戦ってた、はい、なんかいや難しいよねめっちゃむずくて、三本のさ長さがさ合わないじゃん、伸ばすと使ったことないやつだったの、なんかそうだよね、だからそれもすっごい苦戦した。あとやっぱり手かけて撮ったからね、うん、そうだよね、今日は窓際だけ撮ったって言ったもんね。そう、もう三脚無理と思って諦めて一日でも疲れちゃった。いやもうあのやっぱあの週はもう雨とかだったからさ。あ、ね、そう天気あんま良くなかったよね、うん、でもなんかギンギンに晴れててもさ、なんか曲と違ったかなと思うし、うん、よかったよ。
確かに言われてみれば、ね、常夏じゃないもんね、うん、さっきねすごい喋ってたからスルーしちゃったけど、ユーリがコメントしてたらしい。あ、そうなんだ。でもね、私見れてないの。ゆったんがいるみたいな。見れてない。見てって言ったもんね。うん、今日でもあの人ラジオね。あ、今日、うん、そうなんだ。忘れ、すぐ忘れちゃう。月曜日ラジオね。月曜日後ろのドリーくださいって書いてるよ。これ、うん、全部違うやつだからね。そうなんだ。ドリー4連、4連ちゃん。そう、一緒じゃん。3つ違うよ。下のステムが色が下のが違うのも違うってカウントするんだ。そう、あと瞳の色も違うの。それは分かった。だから2種類あるなって思った。うん、違うのよ。すごいね。だからオラフ見せてあげる。いいね。オラフ好きキャラなんなの。謎に。あ、でも高さ違う。あ、そうそうそう、髪の毛。あと頭のてない。そうそうそう、髪の毛じゃないのか。これ何、木、木の枝。え、でもオラフは1体しかいないの。ごめん、あの穴焼き見たことなくてさ。1体、1体だけなの。もう何体もいるものなの。オラフは。いないいないんだ。気持ち悪いね、オラフいっぱいいたら。なんかそういう、もうオラフっていう生態特殊みたいなね、なのかなって思った。確かにありそう。その中でいろいろ個体差があるのかな。気持ち悪い、オラフいっぱいいたら。どれだからいいんだよ。見てよ。何？見てよ、アナ雪。ああ、うん。ああ。インチャンテに行けるときになったら、うん、じゃあ見せてもらおうかな。そうだね。うちのチャンネルでね。うん。おうち時間におすすめ。ね、おうち時間。でもおうち時間もようやくね。明日？え、多分もう解禁は多分されてる。あ、そうなの。本格的にもう明日からみたいな感じなのかな。そう、まあ解除だけど、まあしばらくはみたいな空気。うん、まあそうだよね、段階的に。なんかちょっとずつがいいよね。ね、ね、難しいよね。私は早く甥っ子と公園に行きたいんだ。この、そっか、なんかやっぱちっちゃい子とか辛いよね。あ、もう有り余ってるじゃん、多分体力が。なんか7歳かだけだとね。そう、7歳と5歳の何、坊ちゃんっていうまた別の親族がいるんだけど、うん、がずっとお家にいて、うん、お母さんがやっぱ家で仕事ができないって言ってた。ああ、まあそうだよね。ね、大変だ。解禁されたら伸びる。私あれやってるよ、あの何、リングフィットアドベンチャーってやつ。いいんだ、あれ。買えないんだよ。はい、買えなかったです。ちょっと高かったですが。あれ、ちょっと高かったですが。え、あれだよね、新垣結衣さんのやつだよね。そう、いいな。なんかさ、結構前からでも CM 自体はやってたじゃん。そうで、このタイミングでやっぱみんな、このタイミングでなんかすごいめっちゃ激おもろみたいな聞いて、うん、で本当に運動不足。そう、マジで歩いてないの。1日本当何歩と、うん、ね、家の中、何歩なんだろうね、50歩も行ってないんじゃないかなぐらいだから。一緒一緒、もう怖くて、うん、だからこれはちょっとね、もうあれ、お家の中でも運動できると思ってやって。いやー、羨ましい。めっちゃいいよ。でも超楽しい。うん？楽しいんだ。いろんなコースがあるの。なんか、なんかもうストーリーがあって。あ、え？じゃあ全クリみたいなことがあるの？なのかな。まだクリアは全然いってないんだけど。うん。なんて言うんだろうな。ステージ1って言ったらもうなんか、うん、なんて、うん、説明ちょっと下手だな。まあストーリーがあるから、うん、なんかボスみたいな、まあ、うん、あのマリオで言うとさ、クッパがこういるじゃん。最後ね、みたいな感じでステージこう
1-1、1-2みたいな感じで、時もそういうちょっとストレッチっていうか、なんか筋トレをやることでダメージを与えられるみたいな感じ。いいなぁ、もう私はもう全然。あ、待って待って、0-0、おめでとう。ありがとう。すごい、コメントのおかげで。全然、急に私もなんか LINE が鳴り出したから。あ、ほんと?12時だわ。おめでとう。ありがとう。嬉しくないけど、ありがとう。なんで?いいじゃん。22ぐらいがいいからさ、私。そう、私逆、なんかね、逆なんだよね。いや、言ってみたいって思っちゃうんだよね。ね、ちゃんと年取っていきたいって言ってて、うん、かっこいい。めっちゃ嬉しいの、一個ずつ上がっていくのが。いや、もうちょっとストップ。ね、ちょっとストップよ。焦るから。私も毎日腹筋とか、なんか、そういうのやってて、そう。でもなんか、私、背中に肉がつきすぎて、なんかこの、なんていうの、この可動域がめっちゃ狭くなってたの。あ、じゃああれ、後ろでさ、こうやってできないってこと、この、こう。あ、まあ、できるけど、多分あんまいかなんかこう、肉が真ん中に使って、そう、うん。いかなかったんだけどね、なんかできる気がする、今っていう、なんか全然、全然なんか大丈夫から。そう。背中のなんか違いが分かんないけど、見ても。自分で背中見るの難しくないけど。そう、だからこの体で感じることしかしてないけど。運動しない。メリがおめでとうって言ってるって。あ、本当もうさっきから全然見てないからさ。見るかな。どれ、あ、あった。そうそう。ハッピーバースデーだって。あ、いた。ありがとう。キュウリってちゃんと誕生日祝ってくれる人だもんね。ね。なんか私とかなとか結構誕生日に興味がないタイプ。そうなんだ。なんかね、申し訳ない。なんか忘れちゃうって。そうそう、人の誕生日覚えれないんだよ。だから、あ、ひなかわ。おめ。そう、いた?いた。チラッといた。なんか本当さ、毎年おめでとうっていう連絡くれる人もいるんだけどさ、うん、なんか逆にそのやっぱ、あ、このなんか誕生日いつなんだろうなとか思うんだけど、なんか思う。のりの子ならさ、調べられるけどさ、まだなんか、そう元の話とかだとね、なんだよね、聞けない、なんかね、誕生日いつだっけとか言うとなんか構えるだろうし、なんて確かに、うん、私も全然誕生日祝わないから、うーん、なんかでもあの動画ありがとう。ああ、いえ届いた、嬉しかった。そう、なんかね、お昼、今日のお昼ぐらいに届いてたんだけど、うん、見たのが5時半とかだったの。なんか今日バタバタしてて、うん、だからその間にさ、なんかスイカで結構やりとりしてたから、あ、そう、そこでもうおめでとうってやっちゃってたよね。そうあ、なんか知らない状態でやりとりしてたと思って。ああ、全然まだいつ届くとか知らなかったし、マネージャーさんがなんかメンバーとかスタッフさんとかなんか何人結構たくさんいたんだけど、私へのそのお誕生日メッセージみたいなのまとめて動画に5分くらいかな、結構長めの、5分じゃないか、なんか動画にして今日のお昼に私にこう届けてくれたんですよ。いや、あれなんかめっちゃ嬉しかった。あ、嬉しかった、よかった。めっちゃ嬉しかった。企画したマネージャーさんがめっちゃ喜ぶと思う。なんか久しぶりに電話来て、頼めるって言われて、うん、追加の分集めて私は、うん、で、そうなんか、うん、すごいいっぱいだったから嬉しかった。え、マーヤは静止画だった？マーヤ静止画だったよ。大鳥、マーヤは大鳥。落ちっていう、なんかマーヤに頼んだらなんか静止画が送られてきたって言ってたから、なんだっけ、うん、一番最後にマーヤの静止画で終わった。なんか一人10秒くらいって言われたんだけど、うん、いっぱいつなげたいから。でもなんか、うん、松村はすごい長く届きました。あ、うん、松長かった。なんかお花をすごい持って振り回してた、お花を。それはもう無駄な時間絶対多そうだね。
まあ、なんかそれぞれなんて言うんだろう、その子らしい感じになってたからキャラでね、うん、いいな。そのあのスタッフさんチームが見たいわ。それさんもね、そうあった。メイクさんそう、しばらく会ってないメイクさんとかさ、うん、グループの時お世話になってた人とか、うんうんうん、いいね。そういうの私はあの私の20年後の結婚式でみんなやってほしい。20年後っていうことは、うん、47歳もうもう20年後か。その時に集める。え、おめでとうってムービー。そうそうそう、友達からの。私は呼んでよ確かに確かに、呼んでください。確かにちょっと人数やっぱ足りなかった。あ、純のおめでとうって言ってる。入れるのか。あったな、グループで言ってるのかな。あ、本当だ、ゆりの、ね、がありがとう、純な。え、なあ、じゃあここで私の発表していい？あ、どうぞ。すいません、私の誕生日の時間に。あのですね、皆さん、あのご報告がありまして。結婚する人みたい。お前振りしっかりしたからね、20年後っていう。違うんですけど、あの私 YouTube を開設することになりました。よいしょずっとやろうかなと思ってたんですけど、あのパソコンも持ってたくて、ね、結構前から話してたね、なかなかできず。ね、去年年末ぐらいから言ってたよね。うん、なんでようやくやることになりまして、このあと12時半に1本目の動画をアップする予定でおりますが、私のパソコンがオンチだとちょっと押すかもしれません頑張れ。でもマジで1本目なんか3月ぐらいに撮ったから、うん、本当になんか気持ち悪い。なんかもう2ヶ月前の自分ってちょっと気持ち悪くない？3月何してたんだろう。まあでも分かるよ、半年とか経って写真とか見返すとね、うん、なんか気持ち悪いよ。逆もない。でもなんかあれ、この時の方がなんか良かったのかなみたいな。あ、まあそれはでも私若さ感じる時だけかな若さの、うん、なんかやっぱ23ぐらいの私なんかピチピチしてると思って。あ、なんか逆かもしれない。その前半の時よりね、今の年齢に近い時の方がね、うん、好きなんだよね、自分の顔が。うん、あ、顔違う、やっぱり。え、全然違うと思うね。まあ比べるとね、なんか一緒に分かんないんだけどさ、うん、いいな、楽しみだね。 YouTube チャンネル登録するよ、ね、ありがとう。え、でも知ってる？川子が始めたの。あ、見たでもタイミングと思って一緒タイミング。どっちも登録する。ありがとう。全然川ごとは相談してなくて、本当にタイミングが一緒に仲良くなっちゃったけど。でもまあ、ティーちゃんがやってるならさ、相談してさ、心強いじゃん。うん。大地もそうだし。確かに。わかんないことあったら、なんかお互い。ね。いるね。そうなの。だからありがたい。いつかね、また旅行が行ける時期になったら、そういうのもね、撮りたいけど。撮りたい。確かに、うん、今までのもなんか全部撮っとけばよかったって思うね。いやいや、そう、ほんと行った時に死ぬほど行ってたのにね。ねえなんだよ。いや、1月のは撮ったんだけどね、私一人の旅行は。うん、ちょっとなんか手ぶれが次どこ行くのだって。どこだろうね。どこが行けるようになるのか。うん。海外ももちろん行きたいけど、国内も行きたい、ね。うん。そうそうそう、国内。うん。ビーバーに会いに行くのと。うん。でもな、なあ、暑いとこよりあれだからな。あ、でも暑い時期に暑いところじゃなければそういうことやってるんじゃないかな。じゃあ夏にもし解禁されてれば、
北海道になっちゃう。北海道行ったことある？結構ある。あ、結構あるんだ。なんか家族旅行は毎年北海道スキー行ったりしてたから。そうなんだ。うん、でもそうだね、行く場所によると思うけど、車があった方がなんか、そうだ、なんかいい説ない？なんか北海道って。あるあるある。じゃあうちのパパ連れてく？うん、そうしよう。いくらでも運転してくれて、運転していただいて。なんだ、大好きだから。楽しいよ、お父さんいてくれると。車な、旭山？あれ？郡山？旭山動物園？旭？あ、うん、あるある。行ったことあるよ。あ、行ったことあるんだ、行ってみた、うん。めっちゃ広かった。広いんだ。うん。サファリパークしか最近行ったことないな。サファリパーク逆に行ったことないかも。車乗るやつ。そう。自家用車で行ったけど、うちは。あ、自家用車で行けるんだ。そう、なんか窓を開けちゃいけないけど。そうだよね、怖、うん、すごい近く、トラとかライオンとか。結構楽しい。運転できるようになったよ。ね、車乗り出しますよって人がいるね。熊野の花火、熊野ってどこだろう。いろんなとこ行きたいな。スキーできるの？かりんちゃん。できない。その後は？できない。あの、私もできないけど。できないの？いや、昔やってたんだけど、うん、もう今は恐怖心が勝りすぎて。いや、もう2月に私人生初スノボしたけども、うん、ダメだった。なんかずっと全身に力入りそう。もうなんか痛くて止まる。なんかお尻がもう破裂しそうになってやめるみたいな感じ。そうなのかな、初心者あるあるなのかな。多分変なとこがこう緊張して力が入ってるのかな。そう、だから私は海に潜る方が好き。うん、潜りたいね。ね、そうだよ、ライセンス取んなきゃ。確かに。え、これ15分までだよね。15分まで。あ、じゃあもうあと2分だ。早っ。眠くなってきてるでしょ。結構ね、始まる前からもうなんかこの時間もいつも布団に入ってるのね。朝早いよね。なんか LINE 来るとき朝早って。でも割と健康的な時間になってて、ね、めっちゃ眠い。私も11時に1回眠くなったけど、私はこの後作業しないと。あ、編集みたいな。いや、更新。あ、そっか、うん、チャンネルをまず。そう、チャンネルは多分解説されてるんだよね。そう、あ、されてるんだ。そう、いいだっけ。うーん、あとコメント読んだりして、多分結局今日は2時とかになるだろうな。これさ、コメントなしでさ、スクショできないかな。はあ、私あのインスタにあげたいけどさ、あ、コメントがタイミング悪くなんか変なの来た。まあ一回誰かなんか送ってくれるか。うん。あ、そっか、25分過ぎたの。インスタ更新するの忘れた。誕生日いいか。うん。まあいいよ。うん。じゃあみんな YouTube 見てね。見てね。かりんチャンネル。あ、コメント、ん？なめちゃんの方でオフできるよって今教えてくれた人が。あら。いるけども。やり方が。あ、あ、これだ。できた？できた。あ、できた。じゃあこれで、待って。
行くよ。すごい証明写真みたいになっちゃう私。はい、ちえ、待って、あ、コメント出てきたんだけど。あ、え、ま、え、待って、これさ、誰かスクショしといて。送って。送って。オッケー。はい。はい、はい。ありがとうございます。うん。うん。オッケー。イエーイ。じゃあ誕生日おめでとう。おめでとう。ありがとう。皆さんありがとうございました。いい一日にしてください。はーい。じゃあおやすみ。あ、これそっか、私が切るんだよね。うん、そう。